結果が出るトレーニング法紹介していきます。Hello everyone! メディアビーコンの内山です。今日は現役英語教材編集者が解説するトイックパート2、一問も聞き逃さないトレーニング法について解説していきたいと思います。トイックパート2というのはリスニングの応答問題です。質問とか発言を聞いて、それ正しい応答っていうのを3つの選択肢から1つ選ぶのがパート2の形式ですね。この問題、トイック200問中30問あるんですが、意外とね、すごい速度で続いていくので、ちょっと気を抜くと聞き逃してしまったりするんですよね。今日はですね、そんなトイックパート2を確実に聞いていくトレーニングっていうのを紹介していきます。トイックのリスニングスコアを上げたいという方や、パート2で全問正解したいという方は必ず最後までこちらの動画を見てください。また今日の動画やトイック英検に関して質問がある方はコメント欄に質問募集中です。コメント毎日チェックしていますので、質問がある方は必ず書き込んでください。それではトイックパート2、一問も聞き逃さないトレーニング法について解説していきます。Let's get started。 はい、まずはじめにですね、トイックパート2によくあるお悩みっていうのをちょっと一緒に今共有したいなと思うんですが、今までね、コーチングをしてきた中でよく聞くお悩みがですね、やっぱりこう、トイックパート2って一問一問が短くて聞き逃してしまうっていう方や、あとはひねった音が苦手っていう方結構いますね。ひねった音っていうのは、where、場所を聞いてるのに場所を答えるのではなくて、いや、知らないよ、I don't know とか、はい。あとは、まあ誰かに聞いてみたいな、ちょっとね、応答としては、まあ、成立するんだけど、質問のね、答えとしては、ちょっと、ひねられているっていうものが苦手っていう方結構いると思うんですよ。まあね、この短くて聞き逃してしまうとか、ひねった音が苦手っていうのは、まあ、結局はですね、もう、一言一句聞き取るトレーニングができればいいんですよね。で、さらにもう一つお悩みよく聞くのが、まあね、途中で集中力が切れてしまう。リスニングの他のパート、パート3、パート4とかでも集中力切れてしまう方よくいるんですが、こういう方は、まあ、45分で集中してリスニングするっていうトレーニングが必要なんですね。まあね、このようなお悩みいろいろありますが、今日はこちらですね。ちょっと短くて聞き逃してしまうとか、ひねった音が苦手ですよっていう方に、一言一句、もう1ミリも聞き逃さないトレーニング法っていうのを紹介していきます。それでは一問も聞き逃さないトレーニング法を紹介していきますね。普通はまあ一個一個の手順を説明していくんですが、まあどれもシンプルです。まずはじめに問題を解きましょう。まあね、トイックの問題者で問題がある場合、まあ音読とかで使いたいなと思ったとしても、まずはね、もったいないので問題解いていきましょう。はい。でね、この問題を解くときのポイントなんですが、できるだけまとめて30問で解いてください。まあ、どうしても問題解く時間、ちょっと取れないとかっていう場合だったら、まあ、10問まとめてとか、5問まとめてとかでもいいので、できるだけまとめて解きましょう。まあ、っていうのは、パート2っていうのは、こう、連続で解くっていうのが難しいパートになってくるんですね。なので、まあ、そこを練習するためにも、1問だけというよりは、5問でも、3問でも連続して解いていった方がグッドですね。はい、続いてこちらがミスなんですけど、ディクテーションです。ディクテーションっていうのは、音声を聞いて、聞き取った音声っていうのを書き出していきます。もしここで、ちょっと書き取れていない単語があったら、そこが聞き逃しているところですよ。なので、まずはね、自分が何が聞き取れていて、何が聞き取れていないのかっていうのをディクテーションで、しっかり白黒をはっきりさせましょう。はい。で、ディクテーションなんですけど、まあね、いきなり質問と選択肢全部やるっていうのが、ちょっときついかなと思ったら、まずはね、レベルによって、範囲を変えてみてください。例えば、質問だけとか。まあね、ちょっとチャレンジしたかったら、質問と選択肢全部やるとかでもいいですし、質問と正解の選択肢だけとかでもいいです。まあ、これはね、できるだけ続けてトレーニングしてほしいので、ちょっと挫折しちゃいそうだなと思うのであればね、質問だけまずはやってみて、ちょっと慣れてきたら選択肢もやるっていう風にやるのがいいかなと思います。はい。まあ、とにかくですね、ディクテーションっていうのは自分が聞き取れていないところを確認するんですね。で、まあ、聞き取れていなくても、過去形だから、あ、この動詞、ED 最後につけるべきだな、とかっていう風にですね、自分の文法知識を補足して書き取るっていうのはグッドなので、それはやってみてください。
はい。でね、これが大事なんですが、そのディクテーションをやった後に、ディクテーションの答え合わせをしてください。はい。この答え合わせが一番大事ですね。自分が聞き取れていなかったところっていうのを改めて確認してください。で、それでね、終わっちゃう人がいるんですが、それはもったいない。そのままにしてしまうと、やっぱり聞き逃してしまいます。なので、やっぱりね、改めてもう一度音声を聞いてください。あ、自分はこの音を聞き逃していたんだっていうのを、やっぱり確認しないと、ディクテーション最後までいきません。ディクテーションやって効果が出ませんっていう方は、結構最後に聞いてないんですね。そこまでやれば効果が出るのに、もったいないので、必ず最後音声確認してくださいね。それが終わってから、オーバーラッピング、シャドーイングしていきましょう。オーバーラッピング、シャドーイングというのは、別の動画で詳しく解説しています。そちらで手順などは見てください。まあ、簡単に言うと、オーバーラッピングっていうのは、スクリプトを見ながら音声を聞いて、音声と一緒に音読すること。シャドーイングというのは、スクリプトは見ずに、音声を聞いて、音声と一緒に音読することです。これね、もう何度も何度も繰り返しやってください。これも、本当にリスニング力アップのために、すごく大事です。ここまでやって、ディクテーションで、ちょっとね、自分で聞けてないところが分かって、オーバーラッピング、シャドーイングで聞き取れるようになった。そこで終わらないのが今日のトレーニング法のミソなんですが、この後にですね、What's if を考えてください。はい、What's if 聞いたことありますか ?What's if っていうのはちょっといろんな意味があるんですが、今回は仮にっていう意味ね、ね、What's if を考えてほしい。仮定を考えてほしいんですね。どういうことかというと、はい。設問の他の答えを考えてほしいんですね。例えば、Yes no question で、Does he? とかで、Yes, he is in the meeting room とかっていうふうにね、Yes no question に対して Yes が正答だったとしますよね。そしたら、No の選択肢っていうのも自分で考えてみてください。あとは、間違いの選択肢、またパート2っていうのは選択肢3つのうち、2つは間違いですよね。その間違いの選択肢、に対して正しい設問文っていうのも考えてみましょう。で、これなんでやってほしいのか、別にリスニングに関係なくないと思うかもしれないんですが、まあ、トイックの勉強をずっとやられてる方って、インプットは結構やってるんですね。インプットっていうのは、音声を聞いたりとか、英文を見たりとか。ただ、それを自分で消化して、こう自分から出すアウトプットのトレーニングが圧倒的に足りてないっていう方が多いんですよ。で、一番手軽に TOEIC の教材でアウトプットしやすいのがパート2のこの What's If トレーニングなんですね。ちょっともしこれが別の答えだったら、もしこれが正解だったらっていうのを考えて、ちょっと書いたり言ってみてください。またそうすることでですね、パート2の答えとか質問を予測する力っていうのも身につくんですね。結構余裕を持って音声が聞けるようになって、ね、聞き逃しっていうのが減ってきます。こちらね、ここまで、What's If トレーニングまで、しっかりやってみてください。以上、TOEIC パート2で、一問も逃さないトレーニング法についてでした。それでは、最後のまとめです。最後のまとめの前に、一つだけお知らせがございます。メディアビーコンでは、TOEIC のスカーフをしたいという方に向けて、ビーコンイングリッシュコーチングのサービスを開始いたしました。ビーコンイングリッシュコーチングでは公式 LINE にて TOEIC のスコアアップの方法や目標設定の方法などをまとめた特典を配布中です。ぜひお友達登録お願いいたします。それでは本日のまとめです。今日は一問も聞き逃さない TOEIC パート2のトレーニング法を紹介してきました。こちらが流れですが、まずは問題を解いてディクテーション音声を聞いて書き取るんですね。で、そこで自分が聞き取れていないものっていうのを白黒はっきりさせて、で、もう一回ね、改めて音声を聞き直しましょう。で、それが終わったら、オーバーラッピングとシャドーイングですね。ここで自分が聞き取りづらかったところっていうのを意識して、オーバーラッピング、シャドーイングやっていきましょう。はい。で、それが終わったらですね、What's if を考えてみてください。はい、これ大事ですね。What's if っていうのは、質問に対して別の答えを考えてみたい。間違いの選択肢に対して、ふさわしい質問、設問を考えてみたりとかってね、自分でちょっと考えるっていうトレーニングをしてみてください。本日の動画は以上になります。ビーコンイングリッシュコーチングでは、公式 LINE にて、TOEIC に役立つ情報をまとめた特典を配布中です。ぜひ、お友達登録お願いいたします。また、ビーコンイングリッシュチャンネルでは、TOEIC や英検、英文法などの
英語学習に役立つ情報を発信しています。今後も英語学習に役立つ動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また高評価コメントいただきますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。さらにトイックや英語に関する質問はコメント欄にて募集中です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。 Thank you for watching. I'll never see you next time. Bye bye.